皆さん、こんにちは。公開埋め込み転送のモデリングの研究について、名古屋工業大学の横田が発表させていただきます。人間が脳内で行っている情報処理を模倣したいという動機で研究を行っています。これができれば、現代社会で人間が行っている様々な仕事を自動化することができます。人間が行っている基本的な情報処理の一つに予測というものがあります。例として、次のような問題を考えてみましょう。この全体の信号の中の一部分が損失しています。この中はどのようになっているでしょうか。これは直線で穴埋めした例です。このような可能性もあり得ます。このような可能性もあり得ます。最後に、これはどうでしょうか。これが一番良さそうな気がします。なぜこれが一番良いのでしょうか。今、私たちが脳内でやったことは、信号の自然性の評価ということができます。これは考えられる候補の中からそれぞれについて自然か不自然かを評価して、一番自然だと思うものを選んだということになります。ここで自然性の評価の自然性とは何かについて考えてみたいと思います。すると、無駄のなさ、単純さ、滑らかさなど、いろいろな言葉で表現できます。私がやりたいことは、これを数理モデルで表現すること、また、コンピューターが自然性を評価できるようにすることです。では、自然性の数理モデルのヒントということを考えていきたいと思います。自然性を無駄なさとして考えると、これはより少ないパラメータ数で圧縮表現できるということができます。例えば、これらの信号を一旦圧縮し、全く同じものに再構成することを考えます。この時に圧縮表現されたその次元数がより小さければ小さいほど、その信号が自然であるというように考えます。ここで低次元に表現するためには、類似する局所パターンが存在すると有利です。2つの例を考えてみましょう。こちらの例では、この2つの局所的なパターンは似てません。ですので、これらは別々に表現しないといけません。しかし、右の例では、この2つの局所パターンは非常に似ていて、ほとんど同じです。この場合、これを1つにまとめて表現することができます。数理モデルによる予測のイメージを考えてみましょう。このような損失信号が与えられたときに、損失していない部分は同じでなければなりません。この部分に曖昧性が残るわけですが、ここの部分は局所パターンがそれぞれ似ているということがモデルに含まれているため、ここが復元することができます。これをより一般的な枠組みとして、公開埋め込み転送モデリングを提案します。公開埋め込み転送モデリングでは、情報を転送で表現し、公開埋め込み変換、そしてこれを数理モデリングするという3つの段階で構成されています。1つ目の研究課題では、公開埋め込み転送モデリングのアプローチから、埋め込み空間での低ランク性に基づく転送保管法を提案しました。これは損失転送を公開埋め込みし、これを低ランク転送分解によって保管します。保管した公開転送を逆埋め込みによって元の空間に戻すという手法です。これによって、右図のように画像保管や動画像の保管ができます。2つ目の研究課題では、埋め込み空間での低次元多様体モデルに基づく画像復元法を提案しました。これを使うと、右図のように画像保管やボケ復元、超解像などの様々な画像復元タスクに有効であることがわかります。多様体モデルによる復元の結果を紹介したいと思います。それぞれ50%損失した画像、70%、90%損失した画像です。これは多様体モデルによってこのように復元することができます。では、95%損失した画像ではどのぐらい復元できるでしょうか。このぐらい復元できます。99%ではどうでしょうか。このぐらい復元できます。違う画像でも、このように復元することができます。今後の展開としては、公開埋め込み転送モデリングを様々な情報処理の課題に活用していきたいと考えています。こちらは主な研究成果のまとめになります。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。以上、10名のプレゼンテーションでした。